津山区のタ山駅と足元区の城北駅の間で運行されていた首都圏電鉄の運行系統である首都圏電鉄1号線の支線として運行されていた現在は首都圏電鉄警備中央線に置き換えられている廃止当時のデータである立山城北城北立山一般的な運行形態タ山ヤマ座と上の次に多い運行形態 倉戸達山、平日と土曜日の朝に1回のみ運行されていた。1日に1回の運行のため、案内から除外されていることが多かった。運行開始当初は4両編成の電車が投入されたが、1号線の輸送量増加に伴い、転属したため、1983年から1991年7月までは、 ピトゥルギ号として運用していたものを高床ホームに合わせて改造された2から4両の機動車が投入された。1991年7月以降は再び4両編成の電車が投入され、1994年4月には6両化、1996年からは10両化された。軽減線、立山、上北間運行系統のラインカラーは1号線と同じく藍色だった。 一号線本線と区別するため、路線図では、辰山海域間は、他の首都圏電鉄の路線よりも細い線で表した。しかしこの規定は遵守されず、例として、ソウル特別首都市鉄道公社の車内路線図は、この規定を無視して制作された。2005年12月16日に、首都圏電鉄、中央線に置き換えられた際、一号線との分離に、従い辰山特、 沼のラインカラーは水色に変更され、線の太さも他の路線と同じになった。ありがとうございます。